おごめん、大分の高っちょ親方です。今回は音楽男性バンドのディーンの話題です。2021年7月7日ディーンのニューアルバムトワイライトインシティ発売です。ということで今回ですね、私、まあ、ファンクラブ限定のですね完全生産版というのを、まあ、注文いたしました。まあ、これですね、このアルバムは70、80年代ね、流行ったシティポップ。こう、都会的で洗練されたこうメロディーや歌詞がですね、これをまた令和、ディーンらしい、こう、シティポップがこう詰まったですね、アルバムとなっております。これがですね、まあ、フライングゲットじゃないですけれども、前夜にですね、届きましたので、今回はですね、その、まあ、アルバム完全生産版の開封の儀を行います。まあ、実際どういうものが入っているのかなどの紹介です。で、本来であれば、この曲紹介や感想っていうのもですね、まあ動画でご紹介したいんですが、まあ実は曲紹介などはですね、まず私のブログですでにですね、連日行っておりますので、よろしければ私のね、ブログ、アメーバブログご覧ください。リンクも貼っておきますので、そしてですね、ディーンの公式 YouTube チャンネルでも、連日ですね、そのアルバム、まあ、10曲収録されている曲、それぞれですね、ティザー動画、ミュージックビデオですね、導入部分、一部分のみの動画もございますし、もしかしたらこうフル動画もこう上がってくるというなんか設定もあるようですので、まあ一度ディーンの YouTube チャンネルご覧いただいて、実際に曲をね、聴いていただくというのも、お勧めいたします。ということで今回はそのね、ファンクラブ限定の完全生産バージョンをちょっと開けてみますので、どうかお付き合いのほどよろしくお願いいたします。開封の儀ということで、完全生産バージョンで届きました。特典いろいろありますけれども、一つがこちら、じゃん、アナザージャケットですね。池森さん、山根さん両方写っていらっしゃいますね。本来でしたらこれね、特典が当たるとこう、サイン付きもね、サイン会もあったようですが、残念ながら外れましたけれどもね、おしゃれなこのジャケット、ね、ありがとうございます。そしてですね、こちらの CD の方、ね、開けますけれども、ね、おしゃれな池森さん、これね、ちょっと私が写ってるんですけれども、これ開きます。じゃん。と、ね、これ、この青と黒、ほんとおしゃれですよね。まさにトワイライト、アベニューじゃない。それで言うとスターダストレビューですけれども、おしゃれな、この、私、青と黒のコントラストも好きですし、これでしかですね、デザインが、永井博先生。それこそ、シティポップのいろんなジャケット、大竹一さんのですね、ジャケットなども書かれてますし、1月にリリースされました、ポップインシティのアルバムの、ジャケットもですね、デザインされてます。そのジャケット、永井先生の T シャツも着てますし、着てこないだライブも行きましたし、実はツイッターではね、永井博先生からいいねをいただいたことがございます。ありがとうございます。で、10曲収録をされていまして、それですね、もう一つ、じゃん、赤いのは何なんだということですけれども、こちらはですね、ファンクラブ限定、完全生産版のですね、特典、もうこれがメインですね。ディーンのお二方が、こうね、二人だけで、これまでしたことのない深いトークを収録した、トーク DVD でございます。ティザー映像ですね、導入の一部分のみ紹介している動画が、ディーンの YouTube チャンネルで上がってますので、ぜひご覧ください。これがね、やっぱ楽しみですね。いろいろまあですね、こういうふうな、完全版とかの初回版で、いろんなものが、まあ、あるんですけれども、まあね、このディーンの洗練された新しい、でね、このシティポップっていうのが本当に楽しみで、曲紹介先ほど言ったように、ブログやディーンの YouTube チャンネルでというところなんですが、まあ私がね、好きなのは2曲目に入っているドライブアローンっていうね、曲。これがですね、まあ好きでして、切ない感じのね、まあ男性ならあるかな。あの時君をね、知らない街に連れて行ったら、今頃僕は〇〇だったのにとかね、そういう後悔をね、歌った曲、好きですね。助手席に、ね、寺島由布さん、ユッフィ、ね、とね、二人というのもね、印象的ですけれども、ユッフィの私サインももらってますのでですね、本当ディーンきっかけにいろんなアーティストの方と、出会えるというのは本当にありがたいことでございます。ぜひですね、ご購入される方、
明日ですね、7月7日に、まあ、一般発売でございますので、店頭なり、もしくはいろいろオンラインショップなりでご購入いただければと思います。ということでですね、今回は、ディーンのニューアルバム、トワイライトインシティの、開封の儀でございました。ぜひですね、皆様もお聞きください。最後までお付き合いいただきありがとうございました。よろしければですね、いいねボタン、よろしくお願いいたします。また、ね、チャンネル登録もしていただけるとありがたいです。まあ、ディーンの話題もこれから、まあ、いろいろ考えてますけどもね、いつか曲紹介もね、ごできればなというふうには考えております。ということで、これからもディーン、そして、ね、ノーミュージック、ノーライフということで、音楽を楽しんでまいりましょう。それでは、また。